エイリヒ・ートル・カーンは、ドイツ出身の作曲家兼ピアニスト。1905年、ヘッセン州、リムバッハ生まれ。父は、数学教師でシナゴー区の先鋭者であった、レオポルド・カーンである。ピアノと作曲をフランクフルトのホフホシューレで学んだ。1928年に同校を卒業する。卒業後は、フランクフルトで、ラジオ放送音楽部に所属し、ピアニスト、 ハープ奏者、作曲家として活動した、ナチスの政権脱出を逃れ、ひとまずは、フランスのパリに亡命。ここで、ルネ・レイボビッツと、個人的に親しくなり、カーンが所持していた、シェーンベルク他の12音技法の作曲家の楽譜を、レイボビッツ百9 3 7から38年、頃を見せたところ、レイボビッツは、この作曲家のグループの技法、12音技法を、 個人的に独力でマスター。1939年にピアノソナタ作品1、エイディヒートルカーンへ捧ぐと剣字を添えて、諸女作を脱行したのがレイボビッツの作曲家転身のきっかけとなった。レイボビッツの指揮者デビューから1940年代の十二音技法啓蒙への動きを知る唯一の人物であった。しかし、カーンはフランスの体制をも否定し、 アメリカに再度亡命。1930年頃、シェーンベルクの作品を世界初演したという情報もあるようだが誤りである。アメリカに亡命後も室内楽奏者ピアニストやラルフ・カーク・パトリックのためのハープシュコードの作品の上演など活動を本格化させていたが、1956年に急性 これでレイボービッツの作曲への道を知る人物はすべてヨーロッパから消えてしまい、レイボービッツの前詞はラルース音楽辞典に書かれた自称プロフィールが一人歩きしてしまう結果となり、後世の研究者を悩ませている。カーン研究が本格化したのはカーンの実質府がドイツに戻ってきてからのことになる。作品集が CD 化されたのも遅れた。現在はレイボービッツに十2音技法を教えた。 唯一の人物として再評価される動きがある。レイボビッツは彼のビオラとピアノのための組曲のピアノパートをオーケストレーションしている。現在はフランクフルトに作品の自筆譜が遺憾されている。ありがとうございます。